ホーム停車中のイオナダ物語下灘駅は愛媛県伊予市二見町大久保にある四国旅客鉄道予算線の駅である。駅番号は S09、標高11メートル、観光列車イオナダ物語が運転停車する。ホームから広い海を眺めることができ、駅周辺は鉄道写真の撮影名所の一つとして鉄道ファンの間に知られている。 海面を埋め立てる形で国道378号が開通するまではホームの下にすぐ波が打ち寄せるほど線路と海岸が近接した日本一海に近い駅だった単式ホーム一面一線を有する地上駅である元は島式ホーム一面二線だったが向かい原内湖間の新線開業後に駅舎側の一線を撤去して現在のようになったかつて終着駅であったため 校内は比較的広く、側線もある。開業当初からの木造駅舎が改装されながら残っている。駅舎内部には待合所のほか、今は使われていない出卓口などがある。簡易委託駅だが、出卓業務の受託を行っていた駅前のタバコ店が休業したため、事実上の駅員無配置駅となっている。なお、 下灘駅の駅舎内部に記念乗車券の臨時販売所を2019年7月20日から9月30日まで設置した。ホーム柱に取り付けられている下灘の放浪看板は、伊予なだ物語運行開始時に有志によって取り付けられたものである。国道378号線が開通する前の下灘駅国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成駅は下灘の集落から 1km ほど東にある。駅から国道沿いに西へ行くと海を埋め立てて作った港があり、周辺は役所の支所や郵便局、小学校などがあり、賑やかである。そこからさらに豊田川上流の方へ行くと中学校がある。下灘駅の利用状況の変遷を可表に示す。 当駅は1935年6月9日に国鉄予算本線が伊予上名田駅から当駅まで一駅分だけ延伸したのと同時に下名田駅として開業した。当初は終着駅であったが開業のおよそ4ヶ月後の10月6日には当駅から伊予長浜駅までが開通したため途中駅となった。 1986年3月3日には、向原内子間の新線開通により、向原から伊予長浜を経て、伊予大洲に至る線路が幹線としての役割を創出したため、当駅においても優等列車が通ることはなくなった。その後、当駅は1987年4月1日の国鉄の分割民営化を経て、現在に至っている。 なお、予算本線は1988年6月1日に予算線に解消となった。オペンダタウェブ、サイト愛媛県域乗降客数、2021年3月11日閲覧。a b c 医師の明、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編 2JTBE、1998年、639ページ。 ISBN 978から4から 533029806ABC 全国鉄道事情大研究四国編76ページ下灘駅よりも海までの距離が近い駅は全国にいくつかあり例えば同じ愛媛県内の梅津寺駅は現在でもホームのすぐ隣が海である下灘駅記念乗車券のデザイン及び 下モ駅での販売計画について JR 四国 AB 伊予市内の JR 駅利用状況伊予市2019年3月12日閲覧 JR 下モ駅観光スポット一覧伊予市2015年8月24日閲覧全国映画ドラマロケ地時点 P320 日外アソシエーツ編集全国書詞番号 2194万 6393NHK ドキュメント72時間から2016年、バックナンバー、通報規制本線朝ご駅ほか17駅の駅員、無配置について、鉄道広報、P8 予算、麦線の12駅を、停留所消し国総局、職員配置は76駅に、交通新聞、P1、ありがとうございます。